い、こんにちは、夏林です。今回はマイクの紹介をしていきたいと思います。今回紹介するマイクはこちらになります。ファインファインさんで出てるね、 K678 っていう機種のマイク、 USB マイクですね。パソコンにねコードを挿すだけで、認識してくれて、普通にマイクとして使えるっていうものです。価格はですね、 Amazon 価格で9999円で、一応500円のねクーポンも入って9499円ぐらいのものです。この見た目すごく可愛いんですけどね。でこれもうすでにね、卓上のスタンドがもう取り付けてあるような状態なので、最近だとね、まあテレワークだ、そのズームだとかねそういう機会がやっぱ増えてますから、こういう USB マイクね、選択肢が増えるのはすごくいいことだと思います。このデザインがやっぱりこのおしゃれで可愛い感じですよね。マイク本体と関係ないんだけれども、これが入ってくる箱もですね、すごくおしゃれなんですよね。こんな風に可愛いデザインしてるので、この箱に入ってきただけでもね、あ、なんかすげえいい感じのおしゃれな、ものが届いちゃったなっていう感じで、この箱がすごく好印象な感じです。最近ね、あの USB マイク結構ね、頻繁に紹介しているし、ファイファインさんのねマイクも結構紹介させていただいてるんですけれども、今回のマイクも、どんな感じで撮れるんでしょうか。パソコンの方でちょっとどんな感じで認識されるか見てみましょう。はい、ではちょっとね、パソコン上で、接続したので使ってみましょう。再生デバイス、レコーディングデバイス、ファイファインの K678 って出てます。はい、入力連停止を見るとね、 8.58っていう数値ですね。で一応ですね、サンプリングレートが、ここですね、ごめんなさい、48kHz で出てます。サンプリングレートは、まあ、最近のものに比べたらそんなに高い感じではないかな。はい、16ビットの48が最高っていうことです。まあまあまあ必要十分な数値だと思います。じゃあ実際にね、ロックオンしていきましょう。接続にあたっては特にあのドライバーとかはね入れてないで、そのまま使っています。でこちらのマイクですね、さっきなんかこんな感じずっと持ってて、ここでね、まあボリューム調整できるんだけど、正面はねこの、あのミュートボタン、この光ってるとこ、これがついてるところが正面みたいです。まあここを押すとね、赤く色が変わって声ミュート、今録音 OK の状態になります。今こんな感じです。原因がですね、これ後ろ見なきゃわかんないんだけど、今そうですね、ボリュームの位置で11時ぐらいかな、はい、そんぐらいの位置で、録音しています。こんな感じの音で撮れます。はい、こんにちは、夏林です。今回はファイファインさんのマイク K678 を試しています。USB 接続で簡単に録音できます。どんな感じで撮れてるでしょうか。はい、ではギターもちょっと弾いてみましょう。こんぐらいにしとくか。はい、結構近いかな、50センチぐらい、60センチぐらい。じゃあ弾いてみましょう。ちょっと弦高いかな、ちょっともうちょっと弦低くしますね。出てきていくな。アルペジオでも弾いてみましょう。原因はですね、9時ぐらい、ボリューム9時の位置ぐらいにしてあります。では弾いていきましょう。
ジオ。はい、そんな感じで撮れました。はい、そんな感じで使ってみました。皆さんの耳はどんな風に感じられたでしょうか。僕もね、さっきプレイバック聞きました。まあ、さっき、1回目の録音の時はね、ちょっとギターの、レベルがちょっと高すぎたのでね、ちょっともう1回、録音してみたんですけれども、聞いた感じね、すごくこう自然な音で撮れてたかなと思います。で、このね、見た目、からしてもね、やっぱりメインの使い方としては、テレワークとかズームとかそういう感じの、人の声をね、どれだけこうクリアに聞こえるかっていうのが一番のポイントだと思います。そういったところでね、僕の声、普段こうね、いつも聞いてる声と全然遜色がない感じで撮れてたので、やっぱりこれでこうネットワーク会議に使う方にはすごく有効な選択肢なんじゃないかなと思います。この見た目が可愛いのでね、こんな風にこう机の上に置いててもすごくおしゃれな感じ。僕も結構ここのね、パソコンを置いてる空間って結構こう雰囲気作り大切にしてるんですけども、そこに置いててもすごく邪魔にならない感じ。このデザインがね、なんなら女性の方にも結構刺さるデザイン、可愛いデザインだと思うので、ぜひこの商品チェックしてみてほしいなと思います。若干注意しなきゃいけないところは、やっぱりこのね、ボリューム、ゲインのつまみが後ろの方にあるので、まあそこはね、ちょっと使いこなし慣れが必要ですね。どっちに回せば置くことが大きくなるんだっけな、小さくなるんだっけな、そこはちょっと分かりづらいところは正直なところあるので、まあそこはね、なんとかうまいこと使ってください。あとですね、この、まあ、スタンドがね、結構立派な足がね、こういうふうについてるわけなんですけども、こういうマイクってね、こういう、例えばこの机の上でこうコンコンコンとかやったりすると結構な音を拾っちゃうんですよね。で、撮ってみましょう。もうちょっとギターに近づけた方がいいかな。こんぐらいにしとくか。はい。結構近いかな。何か物を広げたとかね、なんかこう指が当たったとか、そういう、例えばこうね、スタンドをずらしたとか、そういうのも感度がいい分音を拾いやすいところがあるので、テレワークとか使うときはね、なるべくこう机の上の音をさせないようにして使った方がいいと思います。感度がいいっていうのはすごくいいことなんですけどね、余計な音も拾っちゃうっていうところがあるので、そこはね、使いこなしとして、こういうマイクを使うときは気をつけてみてください。というわけで、改めましてこちらファイファインさんのね、 K678 っていうマイク紹介しました。 Amazon で9999円、まあマイナス500円のクーポン使って9490円で購入できます。概要欄の方にね、リンク貼っておくので、気になる方ぜひチェックしてみてください。今回はこれで終わります。最後の視聴ありがとうございました。ではさようなら、バイバイ。